そんなアマゾンの日本法人のオフィスは東京目黒の駅前に。その車内でちょっと面白い場所を発見。それね、まあ、見た目どうですか、ダンボールアマゾンの箱って感じなんですけども、閉まればアマゾンのダンボールになる。でもなんでこんなことを。確かに楽しむとか、それをプレイフォル、本当にプレイの感覚ですごい大事かなと思って。すごい、ここ確かエレベーターに立つだけでもちょっとなんかワクワクしてるっていう。そうですね、そうですね、触りたくなりますよね、これ。そうですね。でこちらですね、はい、これ27階なんですけど、月90分このちょっと段差が、もうなんか全然雰囲気変わりますね。そうですね、このキャフェテリアっていうところなんですけども、こちらはあるとちょっと何かなフュージョンみたいなものですね。ちょっとモダン系でやって、皆さんね土足禁止なんですけども、靴脱いでこう、まあ、カーペットとかに乗ってちょっとリラックスすることできますよね。まあちょっと変わったソファーとか座ったり、まあ、違う雰囲気で、まあ、違う発想できるかなというふうに考えますね。ここから見るとスマイルマークですよね。まあ、もちろんスマイルマークがあって、まあ、ここ見ると、まあ、単に果物のいっぱいあるということですね。いや、面白い。で、そうですね、色味もすごい綺麗だし、まあ、食欲も確かに新鮮な野菜のなんか触りたくなっちゃいますね。そうですね、そうですね。結構触ったりします。いや、しないですね。これはダメですね。すいません。じゃあちょっと早速向こうの方も、なんかいろいろ向こうもあるっていう。ありますよね。はい。あ、ここまたなんか、なんか緑がなんか急に増えた感じ。そうですね。これもっとね、この落ち着いているということではないかと思いますね。まあ日によって、まあチームによって違う話だったり、まあ自分の雰囲気も変わったりすることによって、同じ場所ではなくて、まあ、違う雰囲気だ。自分のそういうなんか雰囲気合うような、座り方ということは面白いなと思いますけども、畳式のものですよね。普通の机ですか。これは普通じゃないですよね。多いの松井はこれ5ですか。そうですね、これもなりましたね。ここにここまで、そうですね。あ、ここで5分出るんですか。これは、まあそうですね、やります。いや、もう全くバカなんでできないですけど。社長はやられるんですか。いや、できない、できない、できない。これ漫画ですね、はい。これあれじゃないですか、かの有名なコツカメじゃないですか。そうですね、そうですね。自由に、読みたいなということは、帰り出しということも可能ですし、うん。社長を読むんですか、どっちかも。読んでないですね、はい。社長は、なんかちなみに日本の漫画アニメとか日本の歌詞も好きだってどちらそうですね、エンターテインメントだけですよ、ね、どういった方が好きなんですか。まあ、最近亡くなられた谷村さんとか、その時代の皆さんですね、はい。これは単にこう何ていうかな、決まってるこう棚ではなく、これもちょっとな個性あるっていうことが楽しむのかなと思います。そういうところだからこそ、そういう、まあ、発想、イノベーションも起こりやすい
だと思いますけれども、うん、クリエイティビティとかイノベーションとかあまりルールはない中ではそのプリンシプルあると、その理念があるということで、まあ、同じ方向で向かって皆さんはこう貢献することは自分流、自分のやり方でやり放題ということは、まあ、こういう雰囲気の中ではすごい反映してますかなと思いましたね、うん、ありがとうございます。すいません、今日はありがとうございます。ありがとうございました。すいません。どうでしょう、ありがとうございます。